じゃあこんにちは。最近この YouTube 内の動画で企画動画、はい、まあそう面白いですね。結構もう定番化してやってます、まあ、失礼だけどね本当に失礼だけど誰かと比べるというのはでもお互い切磋琢磨して、はい、ライバル心を持って上り詰めてほしいっていう、うん、まあ願いがあるからね。そうですね。しかもやっぱりスポーツ界って誰かと誰かが比較されることっていうのは仕方ないですよね、これって。わしは年が近いとか、はい、同級生だとね。そう、そうなんですよ。あと、まあ、似たような例えばね、俺も比べられたもん。どなたとですか？原と嘘だよ本当ですか？結構としちゃった。そうそう、でも同級生だから。いや、彼はもうスターだから、星だから。星だから。いや、でも辻さんも同級生ですよね。辻はね、入団がちょっと遅れてるから。あ、そうなんですね、うん、だからそうでもなかったけど。一番あれ比較されてライバル視されたのはどなただったんですか？大石大二郎。同じ内野手、近鉄ね。はい、同じ二塁手で、はい、同級生で、はい、彼は亜細亜大学、俺は中央大学、うん、比較というまあリーグが違ったからね、そこまでの比較はなかったけど、はい、まあお互いが意識する中ではあったよね。ああ。じゃあ今回まあ同級生とかで、うん、例えばなんか意識する選手、なんか2選手似たようなタイプのパッと見選手、誰か挙げてください。まあ、村上と、はい、まあ、安田。あ、リーグは違いますけど、はいはい、ヤクルトの村上選手。村上は突き抜けたな。なんかもう一つ、そうですね、壁越えましたね。まあ例えば仕事をやる上でね、うん、この YouTubeのチャンネルが俺のチャンネルだって愛せると、もっといいものを、もっといいものをっていう風になってくるんだよね、はい、で村上にはそれを感じるわけ、うん、ヤクルトは俺のチームだって、だから俺が打たないと負けちゃうんだって、うん、打てなくて負けるなんていうのはありえないみたいな、そういうなんかこう気迫みたいなのを感じるんだよね、はい、で安田っていうのはまだそこまでの成績を残してないから、まだ先輩にくっついていってますみたいな、うん、同じ4番を打たされてもそういう意識の差っていうのが成績の差に現れてるんだよね。そうですね。で俺いい意味でっていうのはあんまり使いたくないんだけどさ、はい、村上っていうのはやっぱある程度こうずうずうしさがある、うん、俺がやらなきゃこのチームは負けちゃうみたいな、うん、だって青木とか山田とかもいるのに、はい、でもそういうことを考えられるだけのなんか気持ちの強さを感じるんだよ、うん、で安田を見てるとそこまではずうずうしくない、うん、いやまだまだお勉強ですみたいな、はい、おがついちゃう。そうが勉強でおがついてる。なんか人の良さが感じるんだよ。それはもともとの性格でそうなってるのか、それともやっぱり勝て村上選手ってタイトルを何個も持ってるじゃないですか、その自信がそうさせてるのか。まあまあ自信もあるだろうね、それだけの差ができちゃったということなんだけど、はい、でも素材とすれば、まあ、村上の方がちょっと上かもわかんないけど、でもあそこまでいけるだけの安田も力ある、うん、バッティングの完成度とすればさ、はい、もう村上は完成されてるすでに、うん、うん、あと言えば引っ張った時のボールの角度さえつければホームラン三冠を取れるかなみたいな、うん、そこまでもう行っちゃってるよ、はい、で安田はやっぱ体の開きが早いんだよね、うん、それはステップした右足、同じ左バッターでしょ村上とね、出したこの膝がすぐセンターの方向向いちゃうんだよ、はい、村上っていうのは一瞬こうセンターに向かうんだよね膝が、うん、閉じてそれで回転とともに開くんだけど、はい、安田はパッと行った時にもうすぐパッと開くんだよ、うん、前の膝が、はい、だから開くの体がね、うん、開くから引っ張れなくてホームランが量産できないんだよ、はい、だからそこら辺の差を修正できると村上に追いつける、うん、じゃあそこに追いつけばバッティングスタイルっていうのは似てるんですか。村上もフォアボールを取ってるでしょ、はい、で安田もやっぱ出塁率はいいんだよ、はい、率の割には、うん、でもフォアボールの内容があるんだよ。で村上っていうのはやっぱ相手ピッチャーが怖いと思って出すフォアボールがたくさんあるんだよ、ね、うん、で安田は制球を乱した時にフォアボールを取ってるんだよ、うん、
分かる。だから同じフォアボールを取ったとしてもやっぱ意味合いが違うんだよ。だから意味合いを同じように怖くてフォアボールを出されてるという、うん、歩かされてるっていう風な、早くバッターにならないと村上には追いつけない。それはやっぱりそのホームランを量産する、うん、まあ、ホームランだけじゃなくて、まあ、ある程度 その安田というのは勝負強さも持ってるし、それはつぼに投げちゃったらさ、ホームラン打たれるっていう怖さを持ってるけど、持ってるだろうけど、でもそこまでの怖さはまだないよね、安田には。そうですよね。村上はチャンスの時にはフォアボールというよりも自分が決めてやるっていうふうに思ってると思うんだよ。だから振りにかかるんだよ。安田は一つ勝負が遅い、ツーボール次まっすぐ来る、絶対外のまっすぐ来ると思うのを振れないんだよ。それなぜかというとやっぱ結果が先に頭にあるんだろうね、失敗した時にとか、はい、だからフォアボールも取れるんだろうけど、でも4番を打ちたいんだったらそこはやっぱ全力で振りにかかるというさ、はい、だからそこら辺が村上との差かもわからないよね。まあね、安田選手は去年クリーンアップに初めて座ってっていう、うん、まあね、もうその頃村上選手はもう去年ももちろんそうですけど、その村上選手も最初からすごい使われてたわけではない。いや、使われてたわけはないけど、はい、最初の1打席目にホームラン打ったからね。あ、もう違うものを持ってる。いや、それで2打席目何したかっていうと、はい、インサイドからバットをこう一生懸命出してさ、はい、追い込まれて粘ったんだよ。まあ、結局三振はしたんだと思うんだけど、はい、そのね、ホームランよりもホームランってまぐれでもあるじゃない、はい、でもその粘った姿を見て、ああこれはとてつもないやつだなと思ったよ、うん、だって18歳だもん、まだ。そうですよね、うん、そこからもうて、まあ、定着というか、そうそう、いや1年間はファームにいてね、はい、翌年から、はい、まあまあ上で使われるようになったんだけど、うん、まあ、安田は1年また遅れて、はい、去年使われるようになったんだけどさ、うん、だけどその安田とその村上の差っていうのはさ、やっぱこのチームの責任を背負えるかどうかっていうことがあるよね。やっぱ4番を目指すんだったら、うん、村上にはそれがある、うん、勝敗に対して責任を取れるだけの肝が座ってる、うん、だから安田も座れるようにならないとさ、やっぱね、性格ってね、やっぱ大きいんだよ。うん、まあ、根本藤原の感性と理論っていうことを話したと思うんだけど、やっぱその責任、4番としての責任、やっぱ4番が打てなきゃ負けるんだとか、だからキャッチャーもそうだよね、はい、やっぱ勝たせるキャッチャーが優秀だと、うん、4番はやっぱチームが勝って優勝する4番がやっぱ評価されるという、うん、だから村上もヤクルトは弱いよ、でもあいつの頭の中に自分の成績もそうだけど、やっぱり優勝したいという気持ちがあると思う、うん、でも安田はまだ自分の地位を確立したいっていうのは思ってると思うんだけど、はい、優勝までは自分が打って優勝っていうことまでは考えてないはずなんだよね、はい、だから早く思考が村上に追いつこうとすると、うん、俺は成績が上がってくると。あとどのくらいで追いつけますか？今年いっぱい。でも今年いっぱいで追いつけますか？もし順調にいけば。いや、成績はまだ追いつかないよ。 あと 2,3 年かかるかもわからないけど、はい、思考をそういうふうに考え変えていって、はい、チームの立ち位置を自分で掴み取らないと、そういうふうに、うん、リーダーとして4番として、はい、だからそこを俺期待したいな、うん、村上はそこがあるもん。すごいです、若いのに。すごいよ。ですよね。あいつがこう睨んだ時はなんか人殺しそうな目するもんね。その威圧というか、威圧っていうのは気迫が出るよ。いや、だから相手ピッチャーもやっぱそう嫌だなって思いますもんね、うん、安田優しい、まあ顔がもうちょっと村上選手っぽくこう威圧するような、いや本当、投手が表情に出ると、うん、まあ、変わってくるっていう。俺は変わってくると思う。そういうのが自然とピッチャーに対して向けられる目が、安田が変わってきたとしたら、はい、あの変わると思う。で、当てられたらもっと向かっていくぐらいの気が出てくると、はい、当てられたら大丈夫ですって言うようじゃダメだよ。それじゃダメですよね。だって俺がこの打線から外れたら、
このチームは困るっていうふうに思わないと、そのチームへの責任感、うん、だから怒ることも責任の一つだと思って、はい、ね、あの気迫を持って立ち臨んでほしいと思う。そうですね、まあ、同級生の村上選手と安田選手、うん、どのようにしてこうね、お互いがこう成長していくか。それができなかったら、はい、根尾とあの藤原の時は交差して何十年後には、ね、はい、28歳の時に同じいや引退する時、はい、同じような成績が残ってるって言ったけど、はい、この戦いっていうのは、はい、とてつもない差になる可能性があるから、だから一歩間違えると、一歩間違えると、もう運命の差になってしまうこともあるから、そうそうそう、それは安田選手も、うん、もう今からこう気持ちを鍛えていかないと、はい、で技術もそうだけどね。安田選手ちょっと切磋琢磨して頑張ってほしいですよね。頑張ってほしいよね。はい。はい